どっこい翔平チャンネルでは企業案件を大募集しています。どっこい翔平チャンネルで紹介してほしいサービスや商品がある方は概要欄からご連絡ください。どっこいさんです。キングお疲れ。お疲れです。今回ね、キングは、まあ、なんで一緒にいるかっていうと、ちょっと個人的に運転手の依頼をして大阪一緒に来てます。運転手の依頼をするきっかけも、キングはちょっと今お金ちょっと余裕ないみたいな感じで個人的に話してしてなんで、まあ、アルバイトとしていくらか払うんでよかったら一緒に行こうみたいな、まあ、あと俺らね、同級生で友達、俺ら親友じゃないですか。えベストフレンド、ベストベストフレンドでしょ。いやいや、もちろん友達みたいな。ぶっちゃけ受験生版出てどうだったの。まずあんだけバズるとは思わなかったっていう、感じですね。驚きってこと。驚きですね。だからまあありのまま撮影しに行きました。その、撮影の場では2本とか言ったんですけど、正直まあ2本見たんですけど、その2本ともほとんどあんまり適当に見たんですね。見てないんかい。まあ、見たんですけど、ほぼ適当に見たみたいな。つまらなかったの。つまらなかったです。なんかあんまり面白くないの、ね、キングに比べたらね。キングの動画に比べたら、いや、わかんないですけど、まあつまんないなっていう。まあ驚きが結構強かったの。どういうあれですか。前後があるんですか。その撮影の前と放送の後とか、そのどこでどういう場面でどう思ったかっていう。今の率直な気持ち。今ですか。受験生版で今だけ伸びて。だったら、まあ、100万再生いったな。そうそう、だったんですよね。100万再生、200万再生、わかんないです。300万再生、もうそれもわかんないぐらい。あんま見てなかったんだ。あんま見てないですね。なんでだ。まあ、あんまり興味ないからですほんまバズったらしいなっていう感じですね、なんでそこ興味ないんだろう。いろいろ書かれてても見るのもちょっと めんどくさいみたいな感じなのかな。どっこいさんのチャンネル出てて撮り慣れてる感はあったんで、まあ、それの延長みたいな感じで動画出て、カメラも慣れてるぞと。そうですね、カメラ芸能人。いや普通に撮影するまま行って、動画出ました。普通のなんかどっこいチャンネルと同じような感じなんですね、だからまあそういうことも、たくさん動画出てるから毎なんか毎回いちいち気にしてねえわみたいな。そうですね、だからそんな感じ。どっこいチャンネルで20本か30本か分かんないですけど、出てるんで、それがまあ増えたぐらいな感じなんだ。だからまあ数字で言うと、ツイッターのフォロワーがピューンってとか1000人ぐらいだったの最初。今8000人ぐらい。7000、8000人ぐらいです。やばいね。1週間ぐらいですか、その放送してから。さっき見たらヒカルさんの動画が6ヶ月で700万。1週間で僕いくらですか。自分はヒカルより上だと思って。いやじゃなくて、そういうそれぐらいバズってどうしようみたいな。一番伸びてる動画だと今1週間で400万。400万ってどうなんですか。やばいじゃん。やばいんですか。スターやん。スターなんですか。で他の動画も300万、250万、400万、110万、150万、150万だよ。ヒカルさんより上じゃん。もっと伸びる可能性もあるってことですね。いや、もちろん伸び続けてる。で、なんかモノマネ芸人がモノマネしてるとか、なんかよくわかんないことが起きてるんですよね。しかもなんか結構依頼来たんだし、有名な YouTuber から結構コラボしてほしいみたいな。この人は知ってる人から DM 来た、コラボしようしてくださいみたいな。でも無料みたいな、無料で出てくれみたいな。慣れてないんで、相場がわかんないんで、まあ、相場通りにしたいなっていうのを思ってるんで、その追ってくれとか嫌なんで。あれだよね、しかもどっから取材依頼来たんだっけ。CM したですね。新聞じゃない。そうですね。やばいな。じゃあいろいろ反響があったと。まあそうですね。ぶっちゃけ稼ぎとかどうなの。正直受験勉強に集中しようと思ってたんで、ガチで共通テスト申し込んであもう申し込みしたんだ。申し込み完了して受験勉強だけに専念して。だからまあそんなお金はって感じ。そうですね。ま、実家で家賃も別にお金払えって言われてないよね。まあまあそうですね。じゃあ全然お金は大丈夫。困ってはいるけど、まあ生きてはいけるってこと。まあまあそうですね。そんな有名なんだからもっと稼いでほしいよね。だからこうだったのがこうなったんですよね、グラフ的に。だからどうすればいいのかっていうのはちょっと分かんないですね。だからまあちょっとまあいろいろ今後考えていかないと、勉強していかないといけないなっていうのは。
っちゃけ今じゃあ岩井さんについてはどう思ってるの？収録の時は全然合わなかったって感じ、うん、で一切今まで連絡がないって感じですね。無視されたみたいな、なんか LINE 岩井さんには何も送ってないんで、なんかグループ LINE みたいな、ああその岩井さんじゃなくて岩井さんのスタッフに例えば誹謗中傷があるんでどうしたらいいですかっていう、そのスタッフの方に送ったら無視されたんで、ちょっとまあどうなってるのかなっていう、まあ、その岩井社長の会社があるわけじゃないですか。で、まあ、岩井社長がトップで社員が無視、まあ、岩井社長どうなってるのっていうのは正直なところですね。どうなってるっていうのは どういう感情怒ってるのか、まあ、疑問なのか、まあまあ、大丈夫みたいな感じで心配なのか、収録でああいうことがあってちょっとまあ正直憤りではないですけど、うん、疑問と怒りが混ざってるって感じ。確かにね、ゲストみたいな感じだもんね、だからの立場としては。そうですね。でまあああいうって追い出された、追い出されたのは結局キングとしてはちょっとは自分にも原因があるって思ったんだ。いや全く、僕は1対6で詰められたっていうのは考えなんで、うん、林さんも言ってたけど、あんだけ言われたらね、パニックになったり怒ったりしても仕方ないよね。普通だったらその精神的に病んじゃうとかが普通なんじゃないかなっていうのは、うん、僕その令和のドラとか見てないんで分かんないんですけど、あんまり興味ないっていうか、あんま知らないんで、うん、まあ、岩井社長はあまり正直知らなかったんで、うん、だから6人の偉い方に、偉い方っていうか、まあ、社長方に6対1で詰められたっていうふうには僕の考えですね。じゃあ岩井さんに関しては今率直な思い、どういう感じを持ってるの？まあ謝罪がまあって普通なのかなっていう、まあ、対応が間違ってました、うん、すいませんでしたっていうことの対応があるのが普通かなっていうのは。何に関しての謝罪？一番はまずはその収録であったことはガチなんで、うん、収録で司会として司会というその対応ができなかった、控え室まで乗り込んできて怒鳴り散らかした、その対応は間違っているっていうのはまあ一番、控え室に来るのもちょっとおかしいみたいな、出演者の控え室っていうか、そのまあ番組を収録する前とか後にリラックスできるのが控え室じゃないですか。そこに乗り込んできて早く帰れっていうのは明らかに間違ってる行為だと僕は思うんで。じゃあキングとしてはあの時はまあ一応控え室戻ってきてちょっとゆっくりできるなって思ってたみたいな感じなんだ。そうですね、まあ5人の虎と岩井社長とまあいろいろあったんですよねっていう風に、例えば気をつけてくださいとかそういう雑談をしてたら急に「おはよう帰れ」っていう怒鳴ってきた。一言目からそんな感じ、まあ、っっ僕あのあれ動画見たいの分かんないですけど、一言目に なんて言われたの？勝手に部屋に入ってきてめちゃくちゃ怒鳴って「はよ帰れ」ってまだ女かみたいな印象でしたね。その時は正直どう思ったの？いやまあ頭おかしい人だなって、頭おかしいというかまあ対応間違ってるなっていうのは。だからちょっともう立って対応おかしいのに偉そうなこと言ってくるなって思ったんだよ。そうですね、僕はお偉い方であろうが僕の考えを僕素直に伝えれますけど、他の受験生がそうなった時にもうまあその考えですね。若者をいじめるなは他の受験生のためのことも思って、あ、もちろんですよ。若者をいじめるなっていうのは、若者を、何でしたっけ、若者を、いや、自分の発言やん。素なんで、その、ネタとかじゃないんで、うん、若者をいじめて楽しいかっていうのは、あ、そうそう。だから、僕が若者って言ってるわけじゃなくて、受験生版タイガーファンティングでは、最年長ぐらいに、その、年が言ってると思うんだよね。だから30で、もう一回大学受験をして、っていう言葉を入れたんですよ。なんで、自分が若者と思ってるわけじゃなくて、他の人は20代とか10代っていう意味を込めて、若者っていう言葉。31は若者じゃねえとかいうご意見がまあ多々ありましたね。捉え方の違いですね。何回も言ってたのはちょっと岩井さんに対して結構怒ったの？いや、怒ってなんで、さすがに怒り返した。そしたら怒ってきた、で怒り返してきたっていう感じですね。岩井さんがキレてきたから自分もキレたみたいな。キレて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 ってきたんで、もう自分を守るためにどうなったって感じです。僕はそういうタイプですね。じゃあキングとしては向こうから言われたから仕方なしに言ったみたいな感じなんだ。まあそんな感じですね。その後岩井さんがなんかよかったらもう一回レオナトラリベンジ版とかいろいろあるから出てねとか言ってたけど、それについてはどう思う？まだわかんないですね。その出るか出
ないかについては分かんないですけど検討させていただこうかなと。 100% 出たくないわけではないんだ。あ、そうですね。もし出るとしたらなんで出たい。やっぱりその視聴者がいるじゃないですか。視聴者のために結構言われてもう一回出てほしいみたいな、岩井さんとしても出てほしいのかなっていう、じゃあ僕も出ますっていうのがまあ一番いいのかなっていうのを思ってますね。じゃあ岩井さんに関しては今はそんな別に怒ってないみたいな感じなんだ。まあそうですね、そうですね。今は岩井さんに関しては どう思って。まあ普通といえば普通ですね、正直。あ、じゃあ普通に今度ご飯行こうとか言われたら全然、まあぜひって感じですね。そうなんよね。言い過ぎたごめんねっていうのがあれば、謝罪があれば、まあ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 そうですね。謝るか高圧的な態度じゃなければ、まあ、普通に接したいかなっていうの。一旦謝ってほしいと、まあいろいろ誹謗中傷も受けたし、まあそうですね、死ねとかも言われたし、死ね殺すぞ住所特定するぞっていうのもあったんで。誰のせいな、まあ、やっぱり一番トップの岩井社長が対応責任というと問われるのかなっていうのは僕は思いますけど。じゃあキングとしてはいろいろ誹謗中傷、頭おかしいとか、まあありましたね、自殺しろとか、まあそう、それもありましたね。そういうの言われるのはちょっと岩井社長の最終的には責任というか、動画公開したからみたいな、公開したというか、そのやっぱりこう一番のトップじゃないですか、うん、一番トップだと思うんで、トップが責任なりするのが普通かなと。でもその実際には林さんがその動画で僕をそのカバーといいますか感じなんで、林さんは優しいなっていう感じはしたんですけど、岩井社長もそういう対応だったらな、できたらよかったんじゃないのかなっていうのは思いますね。その責任があるって言ったけど、謝ってくれるさえすればいいみたいな。あ、そうですね、そうですね。謝罪が欲しい。謝罪なり、その、そういう対応というか態度というか、まあ、それあれば、まあ、全然大丈夫ですよ、みたいな感じです。じゃあ、最後に岩井さんになんかメッセージは一言とか、多分見てると思うんで。そうですね。リベンジしちゃうぜ。どういう意味ですか、リベンジ。あれ、リベンジ版出てほしいって言ってた。それ全然無料でもいいんですか。検討します。じゃあ いくらあったら出たいんですか。提示お願いします。岩井社長からこういうので出てくださいっていうのをお願いします。逆に自分から提示するんじゃなくて、はい、お前ら俺にいくらの価値あるか逆に提示しろみたいな感じ。僕にどういう価値があるのかっていうのは確かに見たいですね。プロ野球選手と一緒ですね。こういう提示があるっていう感じですね。お金もらえるなら出てもいいみたいな感じ。あ、そんな感じですね。無料で出るのはちょっとまあちょっと違うんじゃないかなっていう僕の。お金はね、もらえるに越したことはない。まあそうですね。だからまあ提示の方待ってます。ロッコイさんに関しては今どういう気持ちなの。正直な感想としてはちょっとあれっていう、怒鳴り散らかすといいますか、人を見下すような感じで。ロッコイさんと2人でまた前みたいに YouTube って言われたら、今の時点では無理です。どっこいさんのファンはリテラシー低いかなっていうのも思いますけど、恩を後で返すの勝手よくなんか言われますけど、別に恩を受けたつもりはないですね。トップランディ本店店舗運営スタッフ大募集。内勤、ウェーター、マネージャー、広報、運営スタッフも稼げる時代です。興味ある方はどっこいさんのツイッターインスタから DM をお待ちしてます。どっこいさんだぞ。